大遺跡で謎解きバトル。見てこれ高っ。仕掛けられた数々の罠をくぐり抜け、秘宝を目指して突き進め。いやもう無理だよ。そんな東レの世界に天才子役加藤清史郎が参戦。よし、小さな体で巨大遺跡に立ち向かう。やった、秘宝を求める大冒険、取れるもんなら取ってみろ。ファラオ先言えよ、何起こるか。危ないよ。宝探しアドベンチャー、謎解きバトル、トーレ。2チームに分かれて挑戦するトレの魔球。本日はベッキーチームとオードリーチームの対決。2チームが3つの部屋に挑み、秘宝、黄金のファラオ像をより多く獲得したチームが賞金をかけ最後の試練に挑戦する。本日宝探しに挑む両チームのメンバーはこちら。中でも注目は忍たま乱太郎でですね、主役を演じます加藤清史郎くんです。クイズは得意ですか？普段思いつかない時もあるし、なんかパッと思いつく時もあるので、うまいとも、あの、うまいというか上手とも言えないし、言えないしで微妙なところ。だから頭痛ってことだちょっと俺結構ガッツリ引いちゃったわいよいよ始まる宝探しバトル。まずはベッキーチームの挑戦。最初のステージは洞窟の間。部屋の中には数字が書かれた扉と不思議な形の宝箱が。挑戦するのはチームリーダーのベッキーに、シェリー、そして平成のぶしこぶし吉村、外国人顔の2人と破天荒芸人、異色チームの実力はいかに。ここ開けてって書いてある。早速3人は怪しげな壁を開ける。怖いよ。おお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 お、うわ出た、ファラオ。ファラ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 、ようこそ洞窟の前。なんかあれだね、ベッキーちゃんとシェリーちゃん並ぶとなんか感じ似てるね。だってハーフだから。そっかそっか。そうなんです。なんて言うんだろう、元気なベッキーとガサツなベッキーみたいな感じ。なるほど、イメージ的にね。なるほど。どっちがガサツ、どっちがどっちですか？いや、元気なベッキーは普通のベッキーでしょ。あ、もう一つのガサツの方が真ん中や。どういうことですか？ほらね、来た。何その距離の詰め方。それではこの部屋で黄金のファラオ像をゲットするためのルールを説明します。はい、まず3つの洞窟でそれぞれ3択クイズに挑戦。洞窟の奥の祭壇に並ぶ3つの宝玉の中から正解と同じ色を選び、真実の台座に置いて回答せよ。ただし選択肢が見られるのは洞窟の中だけ。そのため1人が洞窟に入り、選択肢を仲間に伝え、相談して答えを決めなければならない。クイズに正解すると石板を獲得。この石板が後々ファラオ像をゲットするための重要なアイテムとなる。不正解だと洞窟の床が開き奈落の底へ落下。制限時間は10分。3人は通信機で情報交換をしながら三択問題の攻略を目指す。スタートです。ここから10分。あ、始まった、始まった。どうすればいいのね。洞窟だ。第1問。次の結婚式で行われる演出のうち日本生まれのものはどれでしょう。キレイだ。そっか、あっちにあるんだ。キレイだね。じゃあ誰か、誰が行く、誰が行きましょう。シェリーさん行きましょう。男なんでですか。いや、1個目でね、もしダメだったら頼りになる男性がいなくなるよ。時間がない。やだやだ、俺やだやだ、狭いのよ。いやだ、なんでやだって、なんでなんで、ちょっとひどい女の子に。一発目は、一発目シェリーさん行きましょう。かわいそう。男なのに。ダメだよ、男なのに。情けない男だよ。シェリーちゃん、スマッチ。え、スマッチなの。シェリーちゃん、何か情報いいんですけど。え、あ、言いますよ。はい。赤ケーキカット、青キャンドルサービス、うん、黄色シャンパンタワー。わかんな
分かんない分かんない。俺キャンドルサービス。でも外国人いっぱいやってる気がする。いやでも第1号が確かあのろうそく会社の人が何かがやったんですよ。それなんか見た俺。それ日本のろうそく会社の人が何かやったのがキャンドルサービスかな。え、シェリーちゃんどれだと思う？ケーキカットは絶対違うと思います。ケーキカットは違う。違います。それは海外もある。やってます。でもさ、シャンパンタワーってさ、あの歌舞伎町のホストとかが やってるから、やっぱなんかね、でもそんなイメージがあるの分かりますね。うん、ちょっと待って冷静に考えよう。じゃあもうケーキカットなしで。ケーキカットなしで、赤はなし。キャンドルかシャンパン、はい、そう絶対キャンドル。これはもう信じて、絶対キャンドルだ。シェリーちゃんどうする？確かに、でもなんか外国の人がキャンドルサービス回ってんの見たことないような気が。そう、見たことあるし。ベッキーのシャンパンは？シャンパンだと思った、ホストの。海外では見たことある？やってるの見たことあるし。そうでしょ。でも第1号、俺絶対キャンドルだよ。じゃあちょっとしんちゃん信じてみる？吉村さんのこと信じて大丈夫ですか？私も信じたくないけど。ザム3本でいきなさいよ。そしたらでもすごい自信持ってるからどうする？なんか吉村信じてよ。ベッキーこんな自信あることないんだから。吉村吉村さん信じてみよう。信じてみますね。キャンドルサービスですね。怖っ。青ですね。いきますよ。ホント渋々ながらも吉村の意見を採用し、青の玉を置いた。石板ゲットなるか。大統領などの要人を護衛するシークレットサービスがサングラスをかけている理由はどれでしょう？よく分かった。大統領などの要人をシークレットサービスがサングラスをかけている理由は理由だって。え、相手2番目相手よ。どうする？いや行きなさいよ。じゃあベッキー。いやあんた行きなさいよ。なんで？なんなの、さっき人のこと押し込んどいて。おかしい。忘れたわけじゃないよ。忘れたじゃん。早く行け。忘れたじゃん。早く。仲がいいね。え、この弾を置くの？いや、めっちゃ怖い。何これ？言って。赤が、カメラのフラッシュから目を守るため、青が顔がバレないようにするため、黄色が護衛であることを認識させるため、ちょっとこれ絶対難しいって。全部普通の理由。頼むって。いや、でも、外国人は結構みんな、時間ない、ね、時間ない。時間ないって。フラッシュかな。私フラッシュ。フラッシュ。な気がするんですけど。私もそう思ったんですよね。だっていや大統領ってことは絶対バシャバシャ撮られますもんね。そうですよね。そうよ。でブシャッシュこうってなってたら。そうだ。吉村さんどれだと思う？俺は顔がバレないようにするためじゃないかなと思って。それ多分違うからフラッシュで。フラッシュで。何それ。制限時間まで残り5分です。じゃあ。フラッシュ赤のフラッシュでいいんだな。うん、信じるぞ。いいです大丈夫。置くよ。はい。赤置いた。今度は女性2人が吉村を押し切った。果たして。ドキドキする。次のうち言い出しっぺのペと同じ意味のペはどれでしょう？3問目はリーダーベッキーが自ら洞窟の中へ。言ってください、言ってください。しっぺ、すかしっぺ、田舎っぺ。しっぺ、しっぺ、すかしっぺ、ぺ、田舎っぺ。だってさ、すかしっぺのペはさ、え、じゃあヘですもんね。ヘでしょ。何、ベッキー、すかしっぺのペは何？漢字のあれでしょ。ペは何？スカシッペのペは何？漢字のあれでしょ？いや、わかんないから言ってよ、ベッキー。へだよ、へ。おなら。さすが雑なベッキー。だから、田舎っぺじゃない？じゃあ、スカシッペは違うのね？違う。スカシッペは漢字にできるやつだもん。うんうん。言い出しっぺ。しっぺ。しっぺ。でも、このしっぺが何から来てるか。そうよ。私たちの認識してるしっぺはこれですけど。しっぺ音だよ。このしっぺってこの、しっぺっていうこの、絶対嘘だ。絶対そう、その、
その雰囲気から来てんだよ。シュッペッ、この音がペッペッ。でもパシッでもいいじゃないですか。だから本当はペチッとかシッパシーとかだったんだけど。ね、なんで二人で会話するの。考えてんの。だからミッキー、はい、シッペは違うかもしれない、うん、だから田舎っぺでしょ。田舎っぺって何なの。あだ名なんだから。田舎の人だから田舎っぺ。田舎者言い出しっぺって言い出した人だ。そうか、言い出し者、田舎者。そうだよそうだよ、そうだそうだそうだ。それで行こう。はい、田舎っぺでいいですか。時間ないよ、時間ないよ、時間ないよ。ということで、はい、黄色の田舎っぺにします。ほう、ここは意見がまとまり満場一致で黄色を選択。どうなる。パーフェクトまであと一歩で、ベッキー無念の脱落。残り時間まで間もなく1分。選択肢は2つに絞られた。どれいきます。しっぺとすかしって、答えはどっち。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いきますよ。どれいきます。しっぺかしっぺ。しっぺか。しっぺ、しっぺいきます。しっぺじゃない、いきますよ、もう一回いきますよ。はい、時間ないです。赤のしっぺ。なんでよりによってお前が残るの。TV を見てる人たちがお前が残ってんの見たいわけないじゃん。ただベッキーが落ちる姿超面白かったけどね。マジですか。ここで黄金のファラオ像への最後の難関、石板の試練。挑戦者が挑むのは石板パズル。石板は第1と第2の洞窟で3枚ずつ、第3の洞窟で4枚入手。制限時間1分以内に合計10枚の石板を並べて3文字の言葉を3つ作ることができたらクリア。ただし1枚はダミーとなっている。たった1人でのチャレンジ、果たして吉村に解けるのか。石板の試練スタート。やべやべ、空手道。空手道、やべ、あと30分しかないよ。ちょっと何料理か。これ何？酒？あと何分？うわ！制限時間まで残り10秒です。料理師だ、料理師。5秒。よし、よし、いける。時間切れです。なんで？吉村さん、石板の試練失敗です。よーし、なんだよ、マジで。ちなみに正解は玉手箱、書道家、料理酒でした。うわ、全然違うじゃん。吉村、石板の試練に歯が立たず、チャレンジ失敗。おい、ベッキー。はい。落ちる顔。
面白かったよ。見ましょう、見ましょうよ。さあ、それではテレビをご覧の皆様、あの元気の象徴ベッキーの落ちる時の顔です。どうぞ。全然的にはもう 100% いけるって自信満々の顔からの落ちですから。そう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 。でも全力は尽くしたから、尽くした、ね、次頑張りましょう、うん、いけるな。出た、いけるよ。俺は前向きの化け物。バカにしてるでしょ、あなたのこと。前向きの化け物。ベッキーチーム、ファラオ像を獲得ならず。続いてはオードリーチームの挑戦。挑むステージは、壁の間。ここにはクイズゾーンとセーフティーゾーンの2つの部屋がある。宝箱はセーフティーゾーンにある。そして間には全長10メートル、高さ3メートルの細長い通路。さらに通路の真ん中には怪しげなボックス。挑戦するのはオードリー春日、加藤清史郎、そして映画忍たま乱太郎で清史郎くんと共演する石垣雄馬の3人。果たしてその実力は。どういうところなんだこれは。おっ、パラ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 。これちょっとまた不思議な3人だね。感じで言うと若くてかっこいいパパと賢い息子、そしてなんかダメな親戚のおじさんって。なんだダメだっていうのは。ちゃんと自分で分かってんだな。清史郎くんどうだい、どっちが頼れるかな。どっちも頼れると思います。よっしゃ、いい答えだ。君は平和だ。この部屋はこれから左右の壁が迫ってくる。全員正解クイズに3問正解すれば壁が止まり、1人ずつ最後の試練に挑戦できる。1人1個目標で、1人1個ね、はい、はい、うん、アンサーボックスに顔と手を入れてください。はい、アンサーボックスには A と B の選択ボタンがある。ここから3人は全員正解の2択クイズに挑む。アンサーが来いよ。よし、おっしゃー、来い。ゲームスタートです。よし来い。はい。本が動いてんな。すごい動いてる。え、うわ、狭くなってきた。それでは問題。よし来い、よし来い。地図記号で畑はどっち。え、わかんねえよ。え、わかんねえ。どっちだ、こっちか。どうだどうだ。お、正解は B でした。よっしゃ、よっしゃ、危ねえ、早くしろ、1ポイント獲得です。よっしゃ。問題、お、オランウータンはどっち。オランウータン、オランウータン、こっちですね。こっちか、いいよな。どうだ。おお、正解は A でした。2ポイント獲得です。よしよしよし。問題、やめ、動いてる。しっかり。兄はどっち。あれ、ケッチだっけか。あれ、あれ、逆か。正解は B です。よーし、よし、止まった、止まった。3ポイント獲得したため壁が止まりました。いや、清史郎くんがすごいよ。清史郎くんすごい。次の試練に挑戦する人を1人選んでください。え、なるほど。加藤さん行く。わかりました、頑張ります。よしよし、僕行きます。黄金のファラオ像への最後の難関、鉄球の試練。まずは2本の棒の上で鉄球を転がして青い筒の中に落とすと鍵が出てくる。この時微妙な棒の開きで起伏をうまく乗り越えることが重要。そして取れた鍵を通路の先にある鍵穴に刺して回せば宝箱のロックが一つ解除される。3本全ての鍵を回すと宝箱が開き、ファラオ像を手にすることができる。ただし30秒を過ぎると壁が一気に閉まり閉じ込められ、チャレンジ失敗となる。加藤さん、鉄球の試練スタートです。え、何、うん、よし行こう。焦らず焦らずね、うん、焦らず焦らず焦らず行こう。あ、ダメだ、焦らず焦らず焦らず。20秒前、まだ全然あるよ。よし、よい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 よ。よし、オッケーオッケー。いいですか。どうですか。バイバイ。宝箱
のロックが一つ解除されました。え、あ、青くなった。驚異の小学4年生、難関の鉄球の試練をわずか15秒で見事クリア。これで宝箱を開けるために必要な鍵はあと2本。大人2人も清志郎くんに続きたいところだが、果たして再び壁が動き出します。うん、そうだろうね。ちょいがプレッシャーなんだよな。来た来た来た。それでは問題、シーズンはどっち。よし、これは大丈夫だ、これは大丈夫だ。こっちか。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。問題、シーズンはどっち。よし、これは大丈夫だ、これは大丈夫だ。こっちか。正解は B でした。おしよ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 し、すごいぞ。しよしよしよし、いいぞ。1ポイント獲得です。すごくいいぞ。問題、ヘラクレスオオカブトはどっち。ヘラクレス、こっちだ、こっちだ、これだ。僕分かる。じゃねえか。え、あら、正解は B でした。あらー、あー、すまない。おー、春日何やってんだよ。問題、長いのはどっち。1時間60分だろ。666 こっちか。やべえ、あー、うわー。正解は A でした。やべえ、こっちかくん。あー、ちょ、問題、迫ってるぞ。ニワトリになるのはどっち。どっちもなるだろこれ。どっちもなんじゃねえかこれ。あ、こっちか、こっちか。正解は A でした。よしよしよし、危ない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 。2ポイント獲得です。早くしよう、早くしよう、早くしよう。問題、結果迫ってるぞ。緑の日はどっち。何、あ、わかった。え、緑の日って4月やなかったっけか。え、こっちか。正解は、おお、よし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 、よし止まった。うわー、3ポイント獲得したため壁が止まりました。次の試練に挑戦する人を一人選んでください。いきます。じゃあ分かりました、いきます。よっしゃ、石垣さん、はい、鉄球の試練スタートです。はい、カモン、ここだ。よしよしよし、落ち着いて落ち着いてよ、はい、落ち着いてよ、落ち着いてよ。時間たっぷりあるか、時間たっぷりあるか、時間たっぷりあるか、落ち着いて。20秒前。あばい、あーやばいよ、ガッキー、ガッキー。うん、あばあばあば、うわ、落ち着いて。10秒前。あばあばあば、落ち着いて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 いこう、落ち着いていこう。時間たっぷりあるか、時間たっぷりあるか。うん、いけいけ、オッケーオッケーオッケー、いいと、全然全然と、よしよし、ごめんなさい、すいません、あー超悔しい。小学生ができたのに28歳ができず、一撃馬脱落。あらった、石垣さん、あれダメだったよ、石垣くん。あー、ダメだ。これで残すは春日一人。宝箱を開けるためには鍵を2本取ることが絶対条件。春日、この鉄橋を乗り越えクリアすることができるか。再び壁が動き出します、うん、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい。よしこい。それでは問題、よしこい。ん、禁止用のメガネはどっち。どっちだこれ。どっち。ケントデリカットの方、こっちか。正解は、おう、あ、 A でした。やばい、ケントデリカットで電子用だったのか。あれ、問題、鳥類に分類されるのはどっち。いや、ゾロ飛ぶからこっちだろうよ。ゾロ飛ぶから、うん、正解は B でした。問題、空飛ばないじゃないか、ペンギンズのは。やばいよ。着腕の材料はどっち。着腕の材料、鼻がかい、鼻がかい。着腕、こっちか。かぶらなかったええわ。正解は、うん、B でした。よし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 、1ポイント獲得です。あと2本、うわ、やばいやばい。問題、
ことわざで風が吹くと儲かるのはどっちのお店？え、どっち？桶屋だろ。桶ってどっちなんだこれ。風呂桶、マスク、こっちか。正解は、うん、よし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 、危ない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 、2ポイント獲得です。危ないよ。問題、平行四辺形の面積の公式はどっち？底かける高さ割る2、底かける高さ割る2、大、こっちか。こっちじゃないか。A は台形だろ。正解は B です。よし来い、ほら、来た来た来た。危ねー、危ない、危なかった。これ出れんのかな。いや、ギリじゃん。3ポイント獲得したため、壁が止まりました。出れんのか、出れんのか。次の試練に進んでください。うん、よしよし、もう人並み外れた胸板が引っかかってしょうがないよ。鳩胸が穴になったな。自信満々のカズが果たして2本取りなるか。カズマさん、鉄球の試練スタートです。よし、頑張って。よいしょー、そこに、よしよし、あーざー、あーざー。20秒前。こんな顔見たことないよ。こんな顔見たことないよ。10秒前、よし来い、よっしゃ、いった、よっしゃ、もう一個、もう一個、もう一個なんて意味がない。あっ、頑張って。あ、終了でございます。あーよしよしよし。カズがプレッシャーにも壁にも押しつぶされ泣き顔で脱落。カズマさん、チャレンジ失敗です。そしてじゃあ宝箱のロックが全て解除されなかったので、オードリーチーム失格です。あー、清志郎くんしかねえ、抜けれなかったじゃない。よせんさん、さらに二人もテンパって、はぁ、はぁ、ブーッつって。石垣くんはひどかったけどね。お前だよ、キャラも潰されてたから。ここまで両チームともファラオ像獲得ならず、勝負の行方は直接対決に持ち込まれた。そのステージは、崖の間。ここに床はなく、奈落の底が足元に広がる。そして壁には心もとない崖の道。部屋の中央には宝箱が置かれている。うわぁ、高い。うわ見てこれ、高っ。あ、やばいやばい、これやばいよ、これやばいやつだよ。全くない。うわ、えいい、なんだ、怖くっか、すっごい。ファラ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 、皆さん、はい、崖の前へようこそ。怖いよ。でしょ、高いでしょ。黄金のファラオ像を手に入れなければ、崖を進んでください。ここ手前、いや、もう行くしかないでしょ。行くしかない、ま、行こう。靴がはみ出る。これ足ちっちゃい。これやだよ。俺、私も行けた。とその時、行って、いや、こうわぁ、うわぁ、なんか絡んだ。おい、壁が、行けないよ。宝が欲しかったらな、足元にある紋章を一人ずつそれぞれ踏んでちょうだいな。これか、見れない、怖くて。全員が紋章を踏むと、ここだから、ということで、この部屋の醍醐味を味わっていただきましょう。何が起こんだ。出てきてちょうだい。何、危ない、危ない、危ない、何ファラオ、先言えよ、何起こるか。
先に言ったらだってさ、驚いた感じ出なくなっちゃうじゃん。聖四郎くん危ないよ。聖四郎くん大丈夫？そうそう、そういう感じでね。大丈夫。なんかすごいね、ベッキーは一生懸命得意から離れようとしてんな。だってすごいベタベタしてるの肌が。ちょっとね、そのちっちゃいとこ入ってくださいよ。そこ無理です。この部屋で黄金のファラオ像を獲得できるのはどちらか一チーム。1人ずつ順番にクイズに答えていくのだが、出題と同時に背後のブロックがせり出し、回答者を崖から落とそうとする。クイズに正解すればブロックは停止、正解できなければどこまでも出続け、やがて突き落とされてしまう。以上の流れを繰り返し、どちらかが全滅した時点で残ったチームの勝利。果たして勝つのはどっち？足出てきた、超怖い。これどこ？最初の問題はイラスト変換クイズです。イラスト変換クイズ？例題。このイラストが表していることとは、ジャンルは歴史。正解は剣と牛で剣闘士。イラストをよく見てジャンルをヒントに読み解けば答えは必ず見えてくる。吉村さんへの問題です。これ？このイラストは何を表しているでしょう。あ、もうもうもう。笑い飯。よし。オッケー。正解です。答えは笑っているご飯。オッケー。つまり笑い飯。いやでも結構きつい体勢だ。よっちゃんいいよ。続いてベッキーさんへの問題です。十二トイロ。おお、早っ。やべえ、やべえ。いいよめっちゃ。でしょ？うわ。正解です。答えは。頭いいな。十人が違う色。やべやべ、つまり十人トイロでした。もう必死。怖い。結構出てくる、しかも。ね、勢いあるよ。続いて若林さんへの問題です。はい。このイラストは何を表しているでしょう。出てきてるよ。狭くなって、細くなって。全然しゃべんない。なんでしゃべんないの。テレビなんですけど。おい、わかんねえよこれ。ちょっとしゃべって。テレビ的じゃないな、あの人。パス。めっちゃ早い。おいおいおい、かわいい。ポスコちょっとの。ポスコちょっとよ。ごめん。ただいまの問題の答えは、同じ音を発する異なる口。これむず。つまり異口同音。いやこれはこれむずいわ。むずい。若林さんがパスを使いましたので、オードリーチームはパスはもう使えません。早いよ。ごめん。若林やっと喋ったと思ったらパス。ここからは答えられなければ奈落の底へ。いきなり追い込まれた。続いて加藤さんへの問題です。はい。おー、はい、何でぶつけた。あ、わかった。あ、危ねえ。なんだこれ、わかんない。全然これわかる。わかった。秋。おっと、来た。ここ。おーおーおーおい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 、いじめんなよおい。聖四郎くん大ピンチ。おい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 、いじめんなよおい。あれ何、星？そうそうそう星、そうそうそう星や星星星星星星。おっと、ここ星星星星。あ、あらららら、やめて。あー、回答権が石垣さんに移りました。いいかいいか、星野亜紀。よっしゃ。なるほど。正解です。答えは星でできた秋。星の秋、つまり星野亜紀でした。大人の若林がパスを使ったせいで小学生聖四郎くん脱落。これは小林さんのせいですよね。聖四郎、そうだよ。俺のせいだ。かわいそう。
続いての問題はピラミッドクイズです。例題、ピラミッドに描かれた有名人は誰？正解は北陽虻川美穂子。歪んだ輪郭に惑わされず顔のパーツで見極めろ、はい、吉村さんへの問題です、はい、ピラミッドに描かれているのは誰？つんくさん、よっしゃ、めっちゃ、なんで？正解です。答えはつんくさんでした。続いて徳井さんへの問題です。俺、はい、ピラミッドに描かれているのは誰？ちょっと、安田圭さん、誰？松本明子さん。わかんない、わかんない。ああ、あれだ、ミキティ。誰？いい？使っても俺。オッケー。いい？はい。パス。あそこも。ただいまの問題の答えは。誰？矢口真理さんでした。モームス言ってたな。徳井さんがパスを使いましたので、ベッキーチームはパスはもう使えません。ごめんね。あー、ベッキーと背中合わさっちゃった。続いて若林さんへの問題です。はい。ピラミッドに描かれているのは誰？うわ、結構きつい。誰？上田さん、クリームシチューの。あー、違う。これむずいよな。誰だ？難しいね。分かった。おすぎさん？ピーコさんじゃないしな。さんまさん？誰だ？誰？ああ、分かんない。全然分かんない。分かったよ。分かった。うん。なんだかな。私、ただいまの問題の答えは、阿藤海さんでした。うわ、難しい。若林一問も正解できず、脱落。オードリーチーム絶体絶命。残るは石垣ただ一人。ちょっと。勝てるかも。勝てるよ。続いて石垣さんへの問題です。はいはいはい。あ、分かった。誰？分かんねえよ。うわー、誰？磯野キリコさん。おー、よし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 。危ねえ、ほんと危ねえ、危ねえ、危ねえ。正解です。答えは、ちょい危ねえ。磯野キリコさんでした。ああもうダメだこれ。続いては同じ文字入れクイズです。例題、空欄に同じ言葉を入れるとある言葉が浮かび上がる。果たしてその言葉とは。正解は王さお。言葉の響きを感じ取り、直感的なひらめきを呼び覚ませ。吉村さんへの問題です。やだって。同じ文字を入れて言葉にしなさい。あ、何これ。パス使えないよ。パス、パス、なんでないんだよ。あ、ダメ、腰来てる、頑張って、腰来ちゃってるよ。頑張れ。いける、こう、ガッガッ。もう問題が見れないもん。もう問題が見れないもん。このガッ、克服わし、ね、違う、ガッ、これにわし、駒回し。そうだ、入れていけばいいんだよ、一個ずつ。正解です。答えはギリギリだ。駒回しでした。
すげえ体勢だ。いやもう無理だよ。続いてベッキーさんへの問題です。はい。同じ文字を入れて言葉にしなさい。はい。カリフンカマリフマウリフンウフーリン。え、ちょっと待って待って待って、いやちょっと待って、アリフはイリフやウリフや、え、オリフはカリカリフはカリフかマリフウリフウリ頑張って、イリリフジリリフジマリフマ、マリフここで得意な落下。しかしブロックの動きは止まらない。ベッキー大ピンチ。待って、頑張って、問題見れないから。はい、まあってことになっちまいました。ただいまの問題の答えは霧吹きでした。難しい。得意ベッキー脱落。この勝負一体どうなる。続いて石垣さんへの問題です。石垣、ここで答えれば勝負は振り出しに。しかし限界も近いぞ。果たして。ダンダダロダダダ、わかんねえ。ダ、うわこれわかった。え、赤から入れて、赤出たらもうすぐだよ。赤から入れたらすぐ順にダ、これわかったよ。ダルマジロ、違う違う、あーちげえ、わかんねえ。うわうわ、石垣さん失格です。あーたー、やったー、わかった。オードリーチームが全滅しました。よってベッキーチームの勝利です。やあ、ちょっと待って、ゆっくり下げて。じゃあシャー、取った、イエーイ、イエーイ、イエーイ。いや、これは言わせてください。俺の問題難しすぎる。そんなことはないよ。そんなことない、幾度んだよ。俺は絶対日テレに電話する。俺絶対電話する。若ちゃんの問題だけ難しい。若ちゃんの問題だけ難しい。岡林さんがパス使った時どう思った。いや、でも僕も全然分かんなかったんでしょうがないな。優しい、政治論家優しい。ということで、黄金のパラオ像獲得総数2対0でベッキーチームの勝利。そして賞金獲得をかけ、彼らが挑むのは最後の試練。賞金獲得を目指し、チームの代表2人で挑戦。ステージ中央から崖を渡り、出口を目指すのだが、その道は壁により塞がれている。クイズに正解するごとに2枚の壁が開くが、時間とともに背後の壁が閉鎖され、挑戦者に迫る。壁に追いつかれる前に出口にたどり着けばクリア。なお最後の壁は2問正解しないと開かない。そしてクイズの回答権は先頭の人間のみ。挑戦するのはリーダーベッキーとノブコブ得意。あ、いよいよ始まるけど、意気込み聞いちゃってよろしいかしら。すべて答えてみせます。なるほど、得意くん何かある。あるよ。何だその言い方。いや、相方の分までね、頑張ってやりますよ。わかりました。じゃあ頑張ってちょうだいね。バイバイと。よっしゃよっしゃ。賞金は1人成功すると5万円、見事2人成功なら10万円となる。ここでの問題はサンドイッチクイズ。表示されるジャンルを参考に真ん中の文字を埋め言葉を作る。ちなみにこの問題の正解はカナダ。ベッキー
チームリーダーの意地を見せられるのか。パンパラメロホイヤー。スミレ、つくし、まぶた、まぶた、いいかし、いいわし、けスルメ、スズメ、おいよいよ、カゴメ、いいよ、カゴメ、え、カゴメ、カズメ、カズメ、カゴメ、カガメ、カギメ、カゴメ、カイメ、カウメ、カケメ、カコメ。ここで視聴者プレゼントクイズ。これから出される次回の問題に答えてプレゼントをゲットしよう。今回は壁の間2択クイズ。マグロはどっち？思う答えの横に書かれている番号に発信者番号を通知してお電話ください。正解者の中から抽選で4人の方に選べるギフト5000円相当をプレゼント。受付は今日の夜11時まで。たくさんのご応募お待ちしてます。 OK。 スルメ、スズメ、おいしょ、いいよ、カゴメ、いいよ、カゴメ、え、カゴメ、カズメ、カズメ、カゴメ、カガメ、カギメ、カゴメ、カイメ、カウメ、カケメ、カコメ、カラメ、カラスメ、うっかーやだ、うっかーやだ、カメ、カメ、カガメ、カガメ、カガメ。さすがのベッキーも冷静さを失ったのか、カモメが出てこずチャレンジ失敗。なんでもカモメが出ないのよ。すいません、でもやっぱカゴメって一回思っちゃうと、カゴメって一人いると思いましたもんね。いると思った俺。なんでスタッフどうしたんだろう。ちょっと清志郎くん、はい、最後とかちょっと清志郎くんも挑戦したかったんじゃないの。はい、したかった。したかったよね。すごく楽しい。でも挑戦できなかったのは誰のせいだろうね。誰のせいでもない。